いやいや、給料減らされるなんて、いや、否決しますなんてことになったら、はい、自家経済どうなるんですか。うん、これはちょっと混乱含みになってくるのかなという感じですね。確かにギリシャ一国っていうのはユーロ、EU の中での経済規模から見るほど大きな違いではないので、まあ、実弾としてはね、実際には大きくはないだろうというふうには思うんですけれども、やはり EU が一番懸念するのは、ギリシャを皮切りにして、その、まあ、財政破綻が他の国々に波及していくかどうか、ここを一番懸念しているんですよね。